吉田さん、人は毎日誰かにいくらかのお金を払ってますよね。分かりにくいですけども、例えばね、6万円の賃貸に住んでいるってことは毎日2000円を払っているってことなんですよ。この辺のお金を払っている、お金をもらっている、お金の動きを知ることっていうのが非常に大事であるのと、そのお金の動きをね、どのぐらい自分が操っているのかってことが非常に大事なんだと思います。やっぱりね、この、国がお金を使って国民を支配してるっていう構造が最初にあるわけですよ、根本に。だから通貨っていうのを作って税金っていうのを集めてる。税金っていうのがあるから、もうすでにね、存在してるだけでお金をくださいっていうふうに私たちは言われてるんですよ。どんなことをやってもね、立っているだけでも住民税もかかりますし、座れば家賃がかかります。夜逃げをしようと思っても電車賃がかかるわけですよ。とにかく私たちが呼吸を吸えばね、昔は空気税ってのもあったらしいですけども、あとね、窓税って言って窓1個作ったら税金とかね、いろんな税金があって、私たちは働かざるを得ない状況に作られているんですよ。だから私たちは働くっていうことをしなければなりません。働くって言うとね、労働一つしか思いつかない人がもしかしたらいるとしたら、そうではありません。頭を働かしていれば、誰かの働かない頭と言ったらね、聞こえは悪いですけども、誰かの知恵や情報が及ばないところに行って、その人に知恵や情報を授けてあげるっていう風なね、そういう風なかゆいところに手が届くようなサービスも今は成り立ってるわけですよ。実はね、昔からこういうことって、情報を流通させる仕事っていうのは非常に価値が高かったんですよ。つまりマスコミです。新聞やテレビっていうのは毎日毎日同じ報道すれば、負けている戦争でも勝っているんじゃないかなっていうふうに錯覚させることができたんですよ。まあそれは戦時下でね、行われましたけどもね、大本営発表みたいなね、そんなことがあったりとか、歴史認識を歪めようとすれば、教科書に書いてある内容を全くのデタラメでも書いていけば、みんながそういうふうに勘違いすれば、それが正しいことっていうふうになってくるわけですよね。ですので私たちはね、本当にね、お金とかね、税金とか暮らしとか、それから教育とか、さまざまなのをごっちゃごっちゃにして分からないようにさせられてるんですけども、答えはシンプルですよ。稼げばいろいろ見えてくるってことです。これはね、実際にお金を稼いだ立場だから言えるんですけども、稼いでも見えないっていう部分も確かにあるにしても、それはもうね、気にしてもしょうがないことだと言えます。実はね、先日ある方がいらっしゃって、お金で解決できないことがありますよねっていうふうな論争になったんですよ。私もそれはね、大いにその通りだと思います。でもお金で解決できることがたくさんあるのに、そこの論争で平行線になった時に、お金で解決できない問題はどうするんですかっていうふうに持ってくるのは、あんまりね、フェアじゃないかなと思うんですよ。だってお金で解決できる問題をいろいろやった後で、お金で解決できない問題を取り組むべきだと思うんですよ。さあ、今回の動画のまとめになりますけども、これはね、お金以上にどんな力をあなたは持っていますかっていうことなんですよね。だからね、お金を使わなくても何かを成し遂げるお金以上の力があればいいですよ。で、私はないと思ってるんですよ。だから誰かに何かをお願いするときって、お金を払ったら一番正直に動いてくれるんだろうな、その金額に応じて、と思ってます。もちろんね、お願いしてタダでやってくれる人がいるかもしれません。でもそれって美しいことですかね。お願いしますよ、お金払わないけどお願いします、僕のことを信用して、僕の優しさで、僕の愛情で動いてくださいっていうのはどうなんですかね。それはいいことなんですかね。何でもかんでも金かよっていう人がいるかもしれませんけども、じゃあ金じゃなかったらどういったことで人は動くんですかってことを聞いてみたいですよね。それほどまでに信頼されてる自分ならいいですよ。それほどまでに価値の高い自分だったらいいですよ。それほどまでにスペシャルな自分だったらいいですよ。でも私がお金を払わずに動いてくれる人っていうのは、多分家族ぐらいですよ。家族以外全員他人ですよね。だからお金を払うのが、私はね、最も真っ当なその人への礼儀であり作法だと思います。でももしかしたら世の中には師弟関係とか血より濃い関係って言ってね、本当にお金で何かお礼をしようと思ったら、金が欲しくて言ってんじゃねえよみたいな感じで跳ねのけてくださる人もいるかもしれません。それは江戸っ子敵というかね、ものすごく憧れるところですけども、それまでの関係じゃない人に対して
お金はないんだけどお願いしますとかね、値引きをしてくださいとかね、要するにお金を払わないってことはその人にダメージを与える行動だっていうふうに私は思えるんですよ。もちろん違う考え方があるのも分かりますし、私もね銭金じゃなくやることってのは結構多いんですよ。でもそれは私が銭金の心配をしてないからできるんですよ。今日の支払いが困ってる私が一体どうやって人にね無償で何か贈り物したりとかね、何かこう労働したりできるでしょうか。私はそこまではできないですよね。自分の身や自分の家族をやっぱり優先順位の頭の方に置いて、それ以外の方ってのはだんだん優先順位に下がってくるんですよ。だから家族に使う例えばお金とか時間を差し置いて、家族じゃない人に使うとしたら相当な事情がある時だと思います。それはね私の正直な気持ちですよ ね。この話を聞いてね、結局久保さんも金なんですねって、昔の久保さんに戻ってくださいって言う方がいるとしたら、いやあなたはどうなんですかって私は逆に期待して、あなたは何をしてるんですかって、あなたはお金を使う施し、お金を使わない施し、そういったものをどのぐらいやってるのか私にね教えてほしいと。それこそ私は弟子入りしたい、そういう方には。でも大抵の方はなかなか難しいところあるんですよ。ひどい言い方になるかもしれませんけども、誰かにお金で何かをすることもできないし、お金を使わずに誰かに何かをすることはもっと難しいってことを感じてるはずなんですよ。だってね、コンビニに行ってものすごくね綺麗な姿で、ものすごく丁寧な立ち振る舞いでレジの方にね、これお金払わないんでもらえませんかって頼んでみてくださいよ、ね、そういうことをねできないでしょ、うん、だからね、何か商品を値引くってことを例えば、まあ、誰かにね、まあ、意図して発信するとしたら、じゃあ同じことコンビニでやってくださいと、あのラーメン屋でラーメン食べたと同じことやってくださいっていうふうに言ってほしいなと思うんですよね。だからフェアであるってことは、この人は値切れそうだって思ったりね、この人はまあ値切れないだろうなっていうふうに、もうそういうふうに値踏みすることじゃないと思うんですよ、うん、まあね、贅沢品はまだ違いますよ多分。この前ねレクサスのショールーム行きましたけども、価格が120万ぐらいで見積もりいただいたんですよ。でそこに対して値引き交渉は別にあってもいいと思うんですよ。4万か5万か値引いてくれるんじゃないですか。まあ、私はそういう値引き交渉しないですけど、もうすでに。でも中古車にしてもね、中古車にしても50万の中古車を買うときにどのぐらい値引いてもらえますっていうのはいいと思いますよ。まあ中古車って言えば贅沢品じゃないかもしれませんけども、でもね、なんか何でもかんでも人が頼めば値引きしてくれるっていうのはまた違うと思うんですよ。それだけの信頼関係ありますかとか、値引かせるだけの自分はどんな力があるんですかってことになってくると思いますんでね、まあ、ちなみに私はね、まあ中古車買いに行くとして、なんか値引いてくれたとするじゃないですか。そしたら私の1万人以上の YouTube アカウントからあなたの店を宣伝しますよって言ったら、これ乗ってくると思いますよ。だからこれは私はお金以上に報道の力を持っているっていうことだと思うんですよ。まあそれをね受け入れてくれるような販売店さんならね、そうなるでしょうけどね、いやいや関係ねえよ、何 YouTube ってよく知らねえよって言われたら終わりかもしれませんね。ということで、まあ今回は交渉なんだタイトルなんですよね、お金以上に何ができるにしときましょうかね。ちょっとこれもえげつないですかね、金以上に大切なものにしときましょうか。以上です。